ちゃんと遊ぼう。はい、ゴリちゃんです。さあ、シンデレラ、やりましょうか。ちなみに、俺、まだ0点です。はい、0点です。あ、耳ね、これ抜けるやん。ラッキー。全使い、行きましょう。OK、頑張りましょう。いや、なんか久々にする気がする。こんな久々で俺奥取れるん？まあ、奥取っちゃうけどね。OK。58秒の更新で、初回のスキル。うん。あ、ミスった。今のはミスったな、俺。マジで。タイムオフ出るようにせなあかんね。うん、出んね。うん。オッケー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 。やべえ。スキルループうまいこといかんな、今日。やっぱ毎日せなあかんねえな、こういうのな。マジタイムオム点。45秒か。ちょっと。1分ぐらいまで回復したいな。頑張るわ。いや、でも、どうなんやろ。何が正解か分からんな。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11スライドぐらいやな。うん。頑張って12いくより11スライドをきれいにした方が絶対いいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。うん、まあ。こっちの方が多分、タイムも出る気がする。3、4、5、6、7、8、9、10。うん。速さより安定感。うん。で、場面はね、盤面、綺麗にね、整えましょう。スキル溜まると思ったら全部消す。そう。で、ボムとかがないようにしてからスキル発動。これでも10個しかないな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。もうちょっと早くだな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11個目が4つとかで切れとるってことは、もうちょっと早め。1個真ん中に残すのはダメ。まあ。これシンデレラスキルたまらん。OK。3、4、5、6。ああ、ダメだー。どうやってしてるみんな。何を考えてる？ちょっと1億、さあ、楽勝で越すモサさん、コメントでさ、マジで教えてほしい。俺何が悪い？スキルループできてない？これ。無理で、まだこれでもダメなのかな？なんかボムの割り方も、なんか、こう、早くバンバン消すときと、ちょっとゆっくり呼吸を置きながら消すときの2回あるって。こうやってスキル溜まっとるときはもうガンガン消していいけど、あ、これスキル溜まらんなみたいなときは、ちょっとこう、間を置くように、ボムを消した方がいいっていうコメントもね、昔あった。今のやな。こういうときに、全部消したんじゃなくって、あ、ダメだな、今の。こう、ちょっとゆっくりめにね。したら、ボムを消すときに、ツムが周りにあるから、ちゃんと消してくれると。これ絶対早い。結局、ボムはツムを消すもんだからな。こういうときは、ちゃんと落ちてくるのを見ながら、落ちてくるのを見ながら、落ちてきた積むとか、そこにシンデレラがどれぐらいおるかとかを見ながらボムを消す。こんな考えながらするもんだ。いや、そらそうやな。11。そう。やばいぞ、30秒切ったぞ。やばいぞ。そう、ボムの周りにシンデレラがいれば消したときにスキルがたまるから、そういうのもしっかり確認しながら、これは、スキルたまるから早く消す。そう。一発目のスキル発動のこの1スライド目が、俺、あれだな。端っこから行ってない時があるな。いいね。自分で自分を研究しよう。うん。11スライド。これシンデレラ場面にないから、ちょっとこう、間を置きながら。今ので合ってるんかな？合ってるんかどうかもわからんからな、結局。でもなんかこのスライドでどんだけタイムボムが出るかな気がするんだけどな。違うんかな？ほら、こうやって出んときよ。で、1個しか出んときは絶対マイナスなんよね、タイム。ね。減っていってるはずなんよね。こう2個。そう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 さ。よ、なんかめっちゃ出たけど。いやー、1個足りないシンデレラどこにいる？タイムめっちゃ出たのに、今のでタイムロスなんよな、結局な。うん。これは大丈夫。OK。間を大切にいこう。ここで見る間があるね。シンデレラはいっぱいおる。だから全部消して、スキルを発動する。あ、早いやん。OK。いや、30秒回復してほしい。30秒超え。OKOKOK。だいぶもうちょっと欲しいな。お、出だしたんじゃないか。 OK。微妙。4とかで切れてるもんな、結局な。それが。これ今のがな、なかったらな、俺30秒キープで受け取ったのにな。どう思う？いやー、今のは下手くそだ。やっぱ構あれやな、ボムがいらんとこにあるとスライドしにくいな。うん。ちゃんと消そう。ちゃんと消そう。ちょっとそれ意識せなあかん。そう、全部消してスライド。で、この落ちてるこのバラバラバラってこう落ちてる感じもね、しっかり見つつやっていかなね。OK。今ので出んの？タイムボム。マジ？タイムボムなんで出んの？そう、最低これ、最低この2つ出る状態。むずい。早く消す。30秒まで戻したい。いや、得点全然や。どうしたの？30秒まで戻したい。今のラインを見ててほしかったな。10チェーン消し。真ん中にボムはダメ。スライドが下手くそだな俺、やっぱり。うん。いや、これ、こういう時が一番困る。この、スキル終わって、スライド終わった時にもうシンデレラが溜まってる状態。あれ困る。いや、だんだんこう減っていってるな、時間。やばいぞ、5000万点もいかんの俺、マジ？やばい、これはやばい。スピード入る、オッケー。危ねえ。タイム出な、終わり。あー！ 1 個では無理だろう。しかもスキルが溜まってなかった。いや、タイムも無理だ。これは無理だ。5000いってない。やばいやばいやばい。指いった。はい。もう一回するわ。ごめん、膝立ったす。固定したい。なんかむずいぞ。最初にいかにロングチェーンをつないでさ、ボンボン発生させたいな、絶対最初。これみんな多分あれだな、レベル上がってないキャラ多い気がする。リトルグリーンメンぐらいちゃん、レベル高いの。G2 そんなレベル高くないし、これもう一個の何これ、ドナルドかな、多分レベルまだまだ育ってないはず。うん、さっきよりいいんじゃないか、全然。初動は初動さっきよりよくね。そうでもなかったかも。いやー、バカ。シンデレラおらん、どういうこと。おい、ごめんなさい、タイム出やがれ。いや、待て、俺の多分スライドが悪すぎた、今のは。ごめん。適当にしすぎたらダメだな。しっかり。まあ。最低これぐらい。これ指の腹でこう。なんていうの、こうタッチ画面に触ってる部分を広くねしてみた今。どうって言いながらこんだけスキルループできてなかったらあかんけどさ、タイムボムは出やすくなったくね。あんま変わらん。か。いやー、なんでなん、タイムボムさんさ。とりあえずもう一個言えるのは、わけわからんさ、全使いとかいうことをしとるからさ、かなりコインがないんよね。減るんよね。から、1万コインぐらいは稼いで終わりたいんよね。シンプル。もう20秒切ってるやん。やばい。それはやばい。30秒まで戻ったけど、今4500円稼いだやろ。うん、これじゃマイナスなんよ、まだ俺コインマイナスなんよ。ラスト早くスキル上げて。惜しかったんじゃないか今のは。これはダメだ。1万コインもいってない。やばすぎん。いや、レベル6溜まっとる。それはダメだ。お金がなくなる。はい、全部解放。OK。ちょっと皆さん、シンデレラの使い方、教えてください。